いや。おはようございます。おふみです。まずちょっとね、カメラ、バリバリも撮ってるなーって意識しちゃってるので、顔の肉の確認をしてから、ちょっとうごめきます。起きるまでにちょっとうごめいて、今日の脳の具合を見てます。まあ、あるよね、この動けない時間って起きた後。はい、やっと起きてね、この後にちょっとだけ髪の毛がね、邪魔なので、ストレッチを、あ、じゃあ髪の毛が邪魔なので、くくってから首とかのね、ストレッチをします。私結構反り腰だったり巻き肩とかがね、気になるので、そのあたりをしっかりこう顎とかを伸ばしてほぐしていきます。肩こるの嫌だよね。ここはね、お母さんの部屋です。お母さんが今日は病院の当直でいないので。シュイッチ。で、ちょっとこれは逆腕立て伏せをしてますね。で、なんかちょっと、あれ、怪しくね？みたいな感じで、ちょっとあれなんですけど、ちゃんとキャミソールを着てるのでね。これでちょっと洗顔をします。私基本寝起きが悪いとか、寝起きが不機嫌とかいうことはなくて、結構寝起きからハイテンションなので、ハイテンションになることも多いので、で、ちょっと前髪クリップで止めてね、冷水で洗顔をしていきます。やっぱり首がだるいんですね。で、編集とかで長時間ね、首が前のめりになることがあるので、気をつけないとなと思ってます。で、顔拭くときはね、私ティッシュで拭いてます。腹筋。あ、ふみが2人いるね。スキンケアは最近朝めんどくさくて、もうハトムギのジェルで済ましてます。もうこれ1個だけでめんどくさくて。ちょっと髪の毛がボサボサなの、ちょっとすいませんね。で、トイレに入りました。で、私はトイレの壁に外郎売りのテキストを貼っています。で、大体2回読むんですけど、1回目は発声、2回目は滑舌を意識してちょっと読んでますね。これ日課ですね。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、相州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町も登りへおいでなされれば、欄干橋空や東右衛門、ただいまは剃髪いたして円斎と名乗りまする。何と言おうと言えば、おの昔の国の上に、上の言うと、ばあちゃんに、いや、そんなに、その横の飛び降り、落ちる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 
君はお前でしょ。まずその次を通い一つ下の方に伸ばして、少ないようお前はすると。いやー、どうも言えぬわ。一瞬、はい、考えすぎないんだって。くんくんのよりに、50秒、そういうの上手かもしれん。で、ちょっとの力を言わせ、その顔を見ようと、さて、第一の決めるわ。ちょっと悪いこと、電話が走りに行く。ちょっとした周りだと、やることもあるんじゃ。それそろそろ、あてが悪くば、あやのとささやかに、赤里の浜やらは、お子外の浜やらを、一つヘリヘリに、ヘリ星はじかみ。親も貨幣、子も貨幣、親貨幣、子貨幣、親貨幣。古くりの木の古切り口、甘がっぱかばんがっぱか、木の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 乗れない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 乗れ
あ、歯磨きするの忘れてた。あのうがいはね寝起きするんですけど、歯磨きするのよく忘れるんですよね。ちょっと汚くて申し訳ない。うがいはちゃんとするんですけどね、寝起きは。でちょっとコップ一杯の水をごくごくと飲みまして。お父様も起きてましたね、この時は。で弟はまだ寝てますね。ここからも毎日のこの日課の朝日記を最近ずっとやってて、 B5 サイズに3ページびっしり書いてますね。結構これ作業がね1日はかどるので、めちゃくちゃいいし、メンタルめっちゃ安定するんですよね。はいはい、聞いたらやったから買ってきた。代わりにの術をしてみましたあとこれあのチータラ昨日一人でフィット袋を食べちゃって、お父さんのだからお母さんのなんで、ちょっと怒られる前に自分で新しいのを買ってきて代わりの身の術をしてました。でここからメイク動画の雑談のね配信を撮影するんですけど、これもあの最近日課として割とねため撮りのために撮ってるので、メイクしながらカメラを回していることが多いですね。でこの時は本当に雑談形式なのでゆったりとした内容です。私結構ほんでライトの位置に結構こだわりがあって、このモーニングルーティーンは全然もうライトの位置気にしてないんですけど、なんかメイクがよく見えるライトとか、ちょっとすいませんね、本当汚くて本当に申し訳ないんですけど、段ボールの中にもコスメが入ってたりとかして。最近今日もおっぱいカチューシャをつけてやっていくぜ。結構カメラ回してるくせに無言も多いんでね私。ほな今日もメイクしていきましょうか。だらだらとね、もうゆっくりゆっくりやっていきましょう。うん。でね、同時にモーニングルーティンの撮影もしてるんですよね、実は今。ただ、イエーイ。ただ、いいカメラちょっとメイク動画の方に使っちゃってて、モーニングルーティンの方はスマホのカメラで撮ってるので、ちょっと、画質に多分差があると思うんだよね、暗さとか。こっち自動で明るさ設定してくれるんですよ。ですよ。今ちょっとモーニングルーティンのカメラの方に向かって喋ってたけど、スマホのカメラの画質も暗さもちょっと暗いんやけど、いいカメラを2台買えばいい撮影が2倍できるということだな。母ちゃんおかえり母ちゃんおかえり、ママおかえり、ママね、常にこんな感じなんで、私家でね、みんな無視す、普通にスルーするっていう、全然これ我が家の普通なんですよ。テンションが一定じゃないけど、ほな今日も頑張りましょう。で撮影が終わったら、これって片付け、ちょっとだけ片付けて、ここから朝ごはんをね食べに行ったりとか、家族に挨拶をしに行きます。ちょっとだけここ片付けてね。で、これお父さんがウインナー焼いててくれたんで、ウインナー食べてますね。王将の皿に入ってるんですけど、我が家は結構王将に行くことがコロナの前までね、多かったので、お皿とか目覚まし時計とかポイントでもらうっていう、ラーメンの丼鉢もあるんですよね。で、朝日課のコーヒー牛乳を飲みます。で、これめちゃくちゃ入れすぎましたね。うん。で、私砂糖はね、結構最近ラカントを使ってます。これ結構ね、ちょっと高いんですけど、めっちゃいいですね。結構甘いし、体にもいいそうなので、結構砂糖入れる派ですね。ブラックも飲めんことはないけど、甘いコーヒー牛乳好きなんでね。牛乳も低脂肪にももうないやん。もうあいつプロテイン飲むな。ね、これ弟に怒ってますね。あいつね、弟ね、プロテイン飲むっつってね、牛乳普通 1000ml 入ってるんですけど、1回 500ml 使うんで、それをね、1日3回とか飲むんですよ。牛乳なくなるんですよね、買ってきても。って怒ってたら、父がお土産にドーナツを買ってきてくれてたみたいなので、ちょっとすぐ機嫌治るっていう。もう私もう食大好きなのでね、食べること。もう機嫌治ってますね、牛乳ないことの。めちゃくちゃ嬉しいドーナツ。やっぱカロリーしか勝たんですよね。ラカントで、ちょ、待って、今思ったらラカントで糖質制限してるくせにドーナツ2個、2、3個食べるっていう。あ、めちゃくちゃうまかったね。もうすぐ機嫌治りましたね。うん。で、お母さんもね、病院の当直から帰ってきて、仲良く今、家族3人で喋りながらっていう感じですね。弟まだ寝てるんですけど、あ、オンライン授業中やったかな、大学の。実は、こうこうこうでっていうふうにね、正直言って。にゃんにゃん
実はこうこうこうでっていうふうにゃ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 今なったこうこうこういうふうにゃにゃ見逃せなかった。あのっていうよりは、うんうん、だあんまり極端には振らん方がいいような。ほんでこう食べ終わったらね、ちょっと行く時間まで編集をしてますね、この時の。うん、何も悩んでたんやろ。まあ、でもちょっとなぜか時間がギリギリになるっていう、すいません。急にこう服とかもね着替えて、あの上半身は H&M のやつなんですけど、で適当にこう巻かず、もうとりあえずポニーテールでシュシュつけて、もう本当になんで8時に起きて12時家出る時間に間に合わへんって本当にバカなのかなって思うんですけど、ちょっと急いでこのまま行ってこようと思います。こんな感じで、はい、駅誰もおらんかったのでちょっとだけ今日の服だけ取っておきました。ズボンは自由なんですけど、こんな感じで東京に参りました。はいはい、こんな感じでちょっと日傘なんですけど、これはこんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。これが私の本当最近の毎日のモーニングルーティンでございます。では本日もご視聴ありがとうございました。ほなまた、バイ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 ねー。実はこうこうこうでっていうふうにゃにゃ、あの正直にゃにゃ